カミ亮はテーブルトーク RPG を手掛ける日本のゲームデザイナー。商業作品のデビュー作であるメイド RPG はアメリカで翻訳出版され、日本のテーブルトーク RPG システムとして初めて英訳された作品となっている。ニッチ向けゲームを作るデザイナーと考えられることが多い人物。また、ゲーム制作にあたって作品の方向性から 根幹システムに至るまで触れ幅が大きく、一見一貫性が見られないように見られることもある。ことに2006年から2009年の4年間にわたり、毎年夏になるたびに、この棒のあったかロールプレイングと題した、ハートウォーミングな、夕焼け小焼けシリーズを商業で、人外の魔族によるエロスを全面に押し出した、絶対冷圧シリーズを導入で、同時観光し続けるなど、 多面性のある活動を展開していた。システムデザインの傾向として比較的シンプルなシステムを好む傾向がある。その一方で、ランダムチャートに様々な内容を詰め込むことも多い。ご主人様の寵愛を競い合う、メイド RPG、キャラクター同士のつながりが、思いと不思議を紡ぐ、夕焼け小焼け、格子や両軸の果てに、精神的に屈服し様々な形で、 キャラクター関係を構築させる絶対霊圧死んでしまった少女たちが自我を維持するために互いの存在を必要とする長い後日談のネクロニカと様々な方向を持つシステムに共通する点としてキャラクター同士の関係性を重視しコアルール部分に据える傾向もある他社で販売するのが難しいと考えられた長い後日談のネクロニカを制作するために2011年に 相方の愛好へめだろうこと、愛好悟ると共に出版社パッチワークスを創設、独自の創作活動を展開していたが、2013年に愛好の背任行為が発覚し、サークル、継ぎはぎ本とは解散、パッチワークスは廃業となる。愛好は後に刑事と民事の双方で訴訟を起こされている。その後、神谷は ZQ ワークスを立ち上げて代表となり、 現在も活動を続けている。ありがとうございます。